全然知らん人たちのカメラ名前がわかんない。まあ名前とかいいよ、どうせ見るの俺だよ。あ、そうです。普通のチロのやつやったら誰が出てますとか言ってくれた方が助かるけど、そこまた別で撮っとるけど。わかりました。来た時からもう何回か来とるって言ったっけ。あ、はい、よね、6回くらい来てました。このスライド大丈夫ですか。こんなもんです。あ、もうちょいこっち行ったがいいかも。相手まで見えた方がいいかも。あ、こんなくらい、あんま入ったらやっぱなんなるもんね。あ、いや、それ行き過ぎやで。これだってるね、ごめん。ナイスロック。あ、ごめんなさい。買ったの？あいつら。マーキー。アップ。ながらやってる。え、一人で喋りながらやってる。え、何でもいいよ、思ったことでも。なんであのかぼちゃつけてるあ、なるほど。あれなんすかね、あれみたいな。ちょっとキモい。勝ったね、大ちゃん。自分に10で時間切ってさ、ね、あれ20で時間切ってジャンキン負けたのに。なんで竹下の試合を悟ってくれてる。ちょっと誰かに頼んで。そしたらで、もうおらんもん、今、基本的に取ってくれる人が。どうする？アップしよう。上品マスは。あ、今ね、アツシたちに。アツシが持ってくれてる。ちょっとすっきりしてきた。終わったら、竹下たちに渡して。大丈夫です。あ、すいません。ありがとうございます。
これも取らんよね、誰これチルよね、はい、これチルです、はい、すいません、こんにちは。今お蕎麦パンが買ってます。え、これですか。そう、あの、なんか今回あ、これあれなんや、チロの、まあなんていうか、社会人チーム。あ、え、もう皆さん就職。そう、みんな就職。そう、え、大学何年生ですか。あ、大学生じゃない、大学卒業してみたいな。そうそう、卒業してから就職されてる方として、2チーム入れとるっちゃけど、うん、お米パンっていう名前とお蕎麦パンっていう名前、うん、こっちがお蕎麦パンだから。へぇ、強いよ。強いんですか。へぇ、あの赤い人たちが上手でした。この前一回、あの、かぼちゃあれ、いや、かぼちゃじゃなくて、あ、かぼちゃパン、かぼちゃパン、じゃあ、あの、かぼちゃ、いや、あっちの、あと赤い人も、そうそう、あれ、あれがお米パン、今、こうしてる人がめっちゃ上手。そうそうそう、めちゃめちゃうまい。あの人ももともとチロルの人で、え、そう、ちなみに名前は、レフトが竹下さん、あのかぼちゃさんですか。そう、かぼちゃさん、竹下さん。ライトがセットンさん、瀬戸口、あ、セットンさんはこの前、瀬戸口高友さん、高友さん、セットン高友さんですか。でレフトバックが志保さん、志保さんで、ライトバックが咲さん、咲さん。え、セットン高友さんですか。瀬戸口高友、セットン高友さん、あ、いいね。名前すごいなと思って、セットン高、あ、違う違う、瀬戸口高友さん。そう、サボる、あの、赤の上手い人は何で、ゆうやさんは分かりました。と、あと、抹茶さん、あ、抹茶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 、ちなみに今、2倍ぐらいの点差つけて、2倍じゃない、倍ぐらいの点取って、お蕎麦パンが勝ってます。こっちですか。そうそう、蕎麦の方、うまい、上手です。風が出てきたね。なんかもう、みんな上手です、ね、女子も上手だし。やっぱ4年もしたら上手になりますか。4年、もともとうまかったんよ、あの人。あ、もうめっちゃ上手みたいな感じですか。あのね、ライトしよう人おりやん、はい、あの人が、あ、違う、ライトじゃん、え、まあ、セットンさんですか。そう、セットンさんとかは確か1年生の時の鹿児島でベスト8とかに入って。1年生ですか。そう、1年生、上手すぎます。子供のバッターらしい。ブロックがやばい。で、なんか抜くポイントがないっていうか、どこ打っても手がある、当たるみたいな。そう、打つ瞬間、打つコースが分かるらしいね。天才ですね。でもそこで、レフトの人もすごいんですか。そう、レフトの人はもうマジで器用。あ、うまい、うまい。これもう終わったんですか。これ、お蕎麦パンの勝ちです。お疲れ様です。お疲れ様です。